最後の質問になりますけど、はい、最後の質問です。職場の先輩がすごく鈴木奈々さんのファンだと言っていたんですが、一緒にいた同僚が青山通りですれ違ったことあるけど、一人なのにずっとニコニコしながら歩いててびっくりしましたよって言ってて、先輩がすごく微妙な顔してたんですが、鈴木奈々さんは一人の時も普段から笑顔で生活してるんでしょうか。ちょっと待って、怖くないですか。一人にやっぱニヤニヤして、ま、街歩いてるんですか。待って、多分してるってことですよね、これ。まあ多分そういうことはしてるからと思うけど、でもご自身で自覚はない感じですか、そのニヤニヤして歩いてるの。あのね、今思い出しましたけど、結構、うん、なんかね、嬉しいこととか楽しいこととかファって出てきたりするんですよ、歩いてる時に。歩いてる最初に。そうそう、その時ふって笑っちゃったりするから、基本多分笑っちゃってるのかもしれない。歩いてる時に何か思い浮かべて、うん、で、あの、笑ってはいると。やっぱりじゃ歩いてる時に笑ってるのは正解なんですね。正解です、正解です。それ私です。その面白かったこととか思い浮かべながらいつも歩いてる。うん、そう、だから妄想とか、妄想。でもなんか忙しい人だとスケジュールとか次の収録の時の台本を覚えながらとか、うん、何かその作業をしながら歩いたりするじゃないですか。しない感じなんですか。うん、私はね、私ね、そんなにね、なんかあんまり用意しない方がいいなと思ったんですよ、最近。その、何？そう、バラエティとか、なんかもう台本読み込んで用意したら、あんまり自分らしさが出ないから、プライベートの時とかは、あんまり考えないようにしてますね。オンとオフをすごく切り替えてます。あえて考えるようにしてます。そうそう、そうです、そうです、そうです。業務として。そうです。プロフェッショナル。